長官。なんで？この T シャツ洗って。ああ、カゴ入れときなさい。明日洗っとく。俺明日着ていきたいのこれ。は？なんて？いや明日着ていきたいから洗って。なんで？お母さんもさっき全部終わらせたとよ、家事全部。洗濯物今日2回回しても干しても終わったとに、なんでそれ1個のために今から洗わなんと。いやいや、着たいから洗ってよ。もうもったいなか、その1個のために洗濯物回すって。いいやんか。もう明日洗うよ、置いとけって言ってたよ。もう違うの着ていけばいいったん、違う T シャツ。これがええねん。もうこれがいいって。もうあんたいっぱい同じような T シャツ持っとるでしょ。なんでそれがいいとね。いや、お気に入りやから。お気に入りで一個じゃないでしょ、別に。お気に入りは他の着ていけばいいんだ。もうお母さん今日ね、もう疲れとっと、もう何もしたくないと、何もしきらんと。でもあれやん、タオルあるし、一緒に洗ってよ。タオルそこにあったもん、2枚だけね、うん、そのタオルと2枚とあんたの T シャツ3枚だけで、また洗わんと今日3回目の洗濯せなんと。やってやってて、もう嫌って。なんでそんな嫌。疲れとるけん、嫌だけん、嫌と。はい、立って立って。何言っとる。立って。もうそかん着ていってたなら自分でお風呂場で手洗いして着ていくた。いややって、そんな。もう無理、もうきついお母さん今日は。お願いやって、マジで。なんで、てかなんでそれが今あっとねん。これあれやん、そんなの来た後さ、めちゃ汗かいた後、部屋にずっとあったから。あんたが悪いた。来て部屋に置いとるけん臭なったでしょ、どうせ。うん、なんで洗うものはそこ入れとかんと。そしたら今日には終わっとったはず。いや、じゃあごめん、忘れてたから。だけど忘れとったんでしょ、うん、あんたが悪いたいって言っと。だけどもう我慢して明日は違う T シャツ着ていきなっせ。じゃあ悪いのは認めるけど洗ってって。俺着ていきたいから。お母さんもじゃああんたのその T シャツ洗ってやりたい気持ちはあるけど、今日はごめんなさい。だけどお母さんのこの気持ちも認めて。お願いやって、マジで。もう無理って、しつこいね。怒るよ。これの気分やねん、もう。知らんて。もう無理って言っただけ。次はわがまま言わんでや、あんた。もう持っとるでしょ、いっぱい T シャツ。でもあんねんって、そういう気分が。これのあるでしょ、お母さんにも気分がとった。もう洗濯2回したけね、もう洗濯したくない気分と、もう3回目はしたくないと。あと水も洗濯機ももったいながでしょ、洗剤とか使うの。たかがタオル2枚と T シャツでだけね、洗いたくない気分、そういう気分があるって今あんたも自分でおっしゃいましたよね、そういう気分があると。だけどお母さんもそういう気分だから、どうしても着たい着たいならもうそのまま着ていきなっせ。嫌やった、汗めっちゃかいてるし。知らんよ。じゃあもうそこのファブリーズかなんかもう100回ぐらいかけるたい。ファブリーズ、ファブリーズかけてからもう行くたい。それでも匂い取れんなら諦めろ。じゃあもうかけるわ。あんた本当に100回かける気じゃなかよね。もうそがん全体にかかったらよか、それで。いやでも100回かけんのちょっと匂い気になるし。もう好きにせ。チャンネル登録よろしくね。